東大生が三島由紀夫は、まあ、右翼ですからね、国家主義の権化だから、うん、近代ゴリラとあだ名をつけて、うん、彼を我々の真ん中に置いて、うん、論破し土下座させるために彼を選んだ。で彼も面白いじゃないかと。その69年の5月に撮ってるんですけど、69年の1月に安田講堂が落ちてるわけですよ。東大闘争の象徴で負けが負けたわけですね。学年は変わりますけど、5月の13日に駒場でやってるってことは、うん、もう完全に負けちゃった人たちがもう一回東京大学の運動をなんとかしなきゃいけないっていう焦りの中で三島由紀夫の対談を企画している。1対1じゃないんですか、これ1対50ぐらいの1対1000ぐらいです。えらい三島由紀夫。